豊川良平から1920年6月12日は、近代日本の実業家、貴族院直選議員。少年、平五郎や近藤連平など、三菱財閥に多くの人材を紹介し、いとこの岩崎八太郎を支えた。なお本名は、小野春也だが、豊富の豊か、徳川の川、長領の領、陳平の平を、それぞれ一字ずつ取って解明している。 嘉永五年に1月16日、土佐藩の後手に、小野徳次と母、六の長男として、高知市南方向人町で生まれる。父、徳次は、岩崎八太郎の母、三輪及び岡本康氏裏の妻、時と兄弟にあたる。少年時代から、四季や、春秋差し伝、史実願を学んだ。慶応三年に、徳次が亡くなると、叔父、淳吉を養父とした。 養父没後、親戚の吉村家に入り、藩校の児童館の家塾に、範り多ろためしょうやいとこの岩崎やの介らと通って、漢学を学び、2年後の明治2年に洋学に転じている。また、明治3年に豊川良平に改名した。明治3年に、大阪の土佐藩邸にいる岩崎や太郎のもとに移り、改正書や岩崎英学塾で、 やの助や近藤を連平と共に英語を学んだ。1873年に上京して、明治6年に慶応義塾に入り、1875年4月に変則科第3期卒業生の一人として卒業した。同級生に鎌田英吉がいる。卒業後、浪人しながら、馬場達位の名、ヤコトブキと結婚した。1878年に、 三菱商業学校が設立されると会計監督に付き、事実上の校主を務めた。1881年には同校が廃されて明治義塾が設立され、その塾長となった。なお、馬場達也は両校で教師を務めている。1884年に明治義塾は廃校となり、イギリス法律学校と東京英語学校に分かれた。この頃、 学校経営の傍らで、リスト学派の立場に立つ、東海経済新報を、犬飼い武氏と発刊し、1880年8月20日の1号から1882年11月15日の78号まで、続いた。1885年2月7日、三菱の事業への参加を許可する遺言を残して、八太郎が請求し、豊川はこれに従った。 1889年には、第119国立銀行の頭取に就任し、1895年に、三菱合司会社の本社副支配人及び銀行部主任となる。1897年には、同支配人、1899年には三菱、銀行部長となる。1904年の日露戦争では、戦時交際の募集に貢献し、 戦後の1908年8月14日には、交際発行の全面中止など、国際の整理策を総理大臣の桂太郎に提言した。1910年三菱合資会社の幹事となり、1913年に同職を退いた。1914年に東京市会議員、1916年10月5日には、貴族院議員に直選されている。 他日本工業クラブの初代会長に就任し、理事長にタクマを招聘した。1920年6月12日に成去。両平は多くの人材を三菱財閥に使うとし、岩崎矢太郎の創業や岩崎矢之助の事業継承を大きく支える働きをしたと評される。1875年に慶応義塾の講師、 昇殿平五郎を招いたのがその始まりとなり、昇殿は、湯川雷次二郎と共に、複式墓記を三菱に導入した。また妹、豊川重子の夫である、近藤連平と矢之助の間を取り持ち、山本達夫については、三菱商業学校の学生時代から、資金援助を行い、賠借人も務めている。大阪時代に知り合った、長谷川義之助や麻吹英二も三菱に推挙し、 小聖二郎には学士を援助して海外に留学させている。この他、同郷の伊内彦四郎を三菱に入るよう勧めたが、伊内は、三菱はすでに組織として成り立っていることなどからこれを断った。そのため知人を通じて、伊内を大見銀行へ入社させ、後に、伊内が経営再建中だった大阪電気機道に移ることになった際には、豊川は伊内に、 大阪からなら、すなわち東方へ向かって、路線を伸ばしているのなら、そのまま、名古屋、東京まで延伸し、第二の東海道線を作れといったエピソードもある。井内が入った大阪電気軌道は、系列会社や買収によって名古屋までの路線延伸を実現させている。妻の奥都市との間に六男三女を設けており、長男の豊川淳也が後を継いだ。次男の次郎は、 ジュニアの事業を手伝い、いつおの際は、斎藤実のるの養子となった。また、次女は、鹿村美久と結婚している。ありがとうございます。